文春かな、これ文春で立憲民主党代表選でおとなしい蓮舫が何も立憲民主党の、しかし立憲民主党のあの何ですか代表選っていうのもつまんないですねこれね、ないですね、全然盛り上がらないし、本当つまんないですね、盛り上げてるの朝日だけな、朝日だけ一生懸命やってるんだけど、社説でやったり何やったり、全然ダメです、全然誰が出ても全然変わり映えしないし、話が大体面白くないよね、そうですね、みんなね、あの政策がまず全然4人とも違いがほとんどないじゃないですか、本当に。で、だからあれは全然面白い、で共産党との関係どうするかということもはっきり言わないしな、あとあの小川に至っては、このね、花田にも出てる、あの馬渕さんかな、あの馬場さんが書いてるやつ、あの通りでね、あの対立候補のとこ当たって、出ないでくれって言いに行ったり、家まで行ったっていうのは異常だよな、普通異常なやつですね、ねえ、ちょっとそれは変だよな、だって普通候補の家にまで行くか、両親に、ニュースで見たことあったんですけど、まあ映画になったからね、なかなかあのいいとこもあるんですけど、あれはちょっと異常だよな、選挙ですよ、選挙に出るなって言いに行くかっていう話じゃないですか、それはそうなんだよな、相手の家まで、議員ですよ、言論の自由とか選挙に出る自由ってあるのに、そこの家にまで行くって、実家にまで行くっていうのは、ちょっと狂ってると思いますよ、まあそうね、でも蓮舫がさ、この静かにしているのはいいんだけどさ、このまま消えてくれればいいんだけど、なんかあの小池の次を狙ってるっていう説が出てますね、ここに出してるわけだ、これが嫌だね、その都民もさ、それこそ、愚者のあれじゃないけどさ、人気だけあるでしょ、この人、だからね、そうなんですよ、人気だけは、まかり間違ったらね、小池さんが今健康がどうのこうたら言ってるじゃない、いや元気だと昨日会見で言ってましたけど、だけどこんなのが出てきたらこれ対抗馬はなかなかいないですよ、これそうですね、保守系は、人気だけで言っちゃうから、人気だけで行くんでね、人気だけって言ったってこれ人気の政治家としてはどうしようもないよ、これそうですって政策も何もないですからね、小池さんはまあそれなりのさ、いろいろあるけどさ、小池さんも何もやってないですけど、やってないんだけど、まだマシですよね、まだマシ、小池の方がまだマシ、いやちょっとね、こんなのがお前都知事になったらどうすんの、これ、まあ、あの横浜市長と同じですね、もうとにかく今その立憲にいてもさ、その立憲の先行きもその危ういわけじゃない、どうなるか分かんないでしょ、だからそのじゃあその比例で出るったってさ、その今言ったら立憲がどうなるか分からないし、ワンの方全部になるだけだから、それだったら都知事の方がいいやと、まあ普通考えるな、これな、そうですね、また決断するかはまだね、あれでしょうけど、いやこれをまたそういうのをおだて上げて、そうですね、候補に持っていく人がいるんだよ、これな、ですね、文春のグラビアでね、例の、中国選手彭帥、消えちゃったと、張高麗元副首相に性的関係を強要されたって言って、告発したらですね、その後行方不明になってね、まあ向こうでの、あの向こうのサイドの動画とかですね、オリンピック の、 あの会長のインタビューとか、ね、バッハ会長ね、バッハ会長のインタビューとかね、でもなんか怪しいよねあれね、バッハ会長のやつもあの写真だけですもんね、そうそう、あの喋ってる姿じゃないですから、怪しいですよね、でもこれ週刊文春がグラビアでですね、消えた中国人ってやってるんですよね、これ、そうですね、これなかなかね、面白い、いい特集ですよね、いい特集だなと思いましたよ、陳秀実という弁護士、武漢のコロナ禍を伝えていたが連絡が途絶え、1年8ヶ月後の今年9月動画サイトに出演した、ファン・ビンビン女優、中国のトップ女優は18年5月に脱税が報じられ消息不明、その後10月に姿を一応見せた、小波東生物学者、20年2月新型コロナウイルスの発生源に関する論文を発表したがその後消息を絶つ、とかね、
構名前を見ると思い出しますよね。思い出しますね、うん、いや出てましたもんね。そうなんだよ、はい、で毛行為なんかさ、インターポールの前総裁だったんだよこれ、うん、フランスから帰国中の18年9月に消息不明、最後に妻に送ったメールには刃物の絵文字が、うん、奥さんはあの亡命しちゃいましたよね、はい、スイスかなんかに、うん、これもだってその幹部だったんだよこれ、はい、毛行為インターポールの総裁ですからね。認識を不動産会社元会長、習氏のコロナ対策を公然と批判し、20年3月に拘束、汚職の罪で懲役18年、うん、もう虫けらのごとくやられちゃいますよね。ロコーってカメラマンをフォトジャーナリストとして活動中、18年11月に失踪し、はい、約1ヶ月後に逮捕された、うんうん、例のアリババのマグさんは、バングさんはですね、アリバがジャックマー、ジャックマーが取締りを受け行方不明、今年1月に3ヶ月ぶりに一応姿を現したとか、ね、はい、もう多分経営権ほとんどなくなってると思いますね、もうもはや、はい、あれだけの会社で3ヶ月いなくなるっていうか、うん、ありえないですし、ね、今あんまテレビ出なく、テレビっていうかもう表には全然出れない形になりましたよね。投資会社経営証券化、17年香港の高級ホテルフォーシーズンズから失踪、中国当局に連れ去られたと見られる。高天佑という弁護士は国家政権転覆扇動罪で懲役を受け、19年2月に出所後、家族とともに軟禁状態とかね、はい、これはなかなかね、見せるグラビアでした。そうですね、うん、昭和党なんかどうしちゃったのかね、これね、恒大集団なんかも結局習近平派じゃないから、うん、だから習近平派じゃない人は結構やられてるわけじゃないですか。江沢民のあれだからね、習近平だから度胸ありますよね。もしこれ逆に触れたら、うん、自分の派閥も全部やられる。でもこれやらないとやられちゃう。やられちゃうと、うん、だからもうやらざるを得ないと。これはね、修羅の国ですよ。これはやられちゃうんだから。修羅の国ですよ。本当にこんなところでオリンピックやるって狂ってますよね。本当にマジんだよ。はい。だから今政治的にね、外交ボイコットって北京五輪言われてるじゃないですか、うんうん、外交ボイコットしちゃうと、うん、今度その選手だけ行くと、うん、選手が拘束されたり、うん、いろんな嫌がらせを受けるんじゃないかっていう話も今言われてるんですよね。台湾は、まあ冬季五輪はあんまり選手行かないんだけど、8人ぐらい行くっていうんだけど、はい、行かないことになっちゃったですよね。そうですね、あったかい国だし、まあどういう理由で逮捕されるかわからないですからね、やってないこともやったって言われる可能性あるんですから、だからもう選手送らないことになっちゃってますよね、はいはい、だからちょっとね、日本の選手団も心配ですよね。そうなんだよ、うん、でそもそも外交ボイコットするんですかね。え、外交ボイコットってアメリカはしそうだけどな、日本するんですか。岸田さんと林さんはするんですか。一応ね、はい、東京五輪の時に来たんですよ、格下のやつが、はい、すごい、そうですね、だからその程度のだから大臣とかじゃなくて、うん、はい、すごく格下のやつを送るっていうのが、うん、まあ一応温当なところだと、政務官ぐらいですかね。そうそう、もっと下かな、はい、一応ね、うん、もちろんだからその大臣とかさ、はい、岸田総理はもちろんさ、はい、行っちゃまずいわけで、はい、そういうことはやるかもしれないけどな、うん、だけどどうなんですかねこれね、はい、ボイコットしてほしいけどね、はい。